みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。よくわかるコード理論講座、イエーイということで、コード理論の話をさせていただいております。1本目の動画ではインターバルについて、2本目の動画ではトライアドとセブンスについて、そしてこの3本目の動画ではテンションコードというものはどういうものなのか、その話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。バチコーン。そんな感じです。で、今回も、まあ、iPhone で5分のタイマーを設定して、進めてみようかなと思います。5分ちょっとで収めるぜ、頑張るぜ、できるかな、イエーイ。ではでは、いろんな楽譜を見ていると、数字を含むコードネームってちらちら見かけますよね。例えば C9 とか C11 とか、こんな感じのコードネーム。このコードネーム、この数字こそがいわゆるそのテンションコードってやつでございます。どういうふうに考えたらいいかというと、ちょっとややこしいんですよ。ちょっとややこしいんです。C9の場合だったら、9度までの音を積み重ねてということになります。9度まで2言葉しで音を積み重ねてってねということになります。ん？他にも、例えば C7 だったらば、7度までの2言葉しで、7度までの音を2言葉しで積み重ねていってねということになります。ん？前回のとき、この C7 はトライアドと、マイナーセブンスだよなんていう話をしましたけれども、今回ちょっとこれを捨ててください。この考え方を捨ててください。違う考え方で。C7 だったら7度までの音を2言葉しで重ねていくと。そんなような考え方です。謎ですね。具体的に言うと、こういうことです。1があります。2を飛ばして3、4を飛ばして5、6を飛ばして7。C7 の場合はこの4和音だよということです。まあ、厳密に言うとここはマイナーセブンなんですけど、こんな感じです。C9 の場合は、1、3、5、7、9という5和音だよと。C11 の場合だったら、1、3、5、7、9、11という6和音だよと。あんまり見かけないんですけれども、C13 というコードが出てきたならば、1、3、5、7、9、11、13という、なんと不思議な7和音を演奏しなきゃいけないことになるわけです。まあ、結構大変ですよね。少なくともギターは弦が6本しかないから、このコードは表現不可能になってしまうんですけれども、まあ、理論上でいくと、まあ、こういうことになります。9th とか 11th とか 13th とか、まあ、この辺の話はまだしてないので、なんじゃそりゃってなったかもしれませんけれども、まあ、こう考えてみてください。9th はメジャーセカンドです。11th はフォース。13th はメジャーシックス。こう読み替えて、覚えておいてくださいませ。コード理論 の, その考え方的に、なんか9th とか 11th とか 13th っていう数え方をしなきゃいけないですよ。まあ、そういうルールなんです。もうそういうものなんです。でも、まあ、実際は 9th といってもまあメジャーセカンドのことですし、11th といってもまあフォースの音のことでございます。そんな感じで読み替えていけば、今のところの知識で太刀打ちできるかと思うので、ちょっとよかったらこれも一緒に覚えておいてくださいませ。で、そしてですね。このテンションコード関連の話をしているときによくやってしまいがちな勘違いがあるんですよ。よくやってしまいがちな間違いがあるんです。例えば、C9 と聞いたときに、C9 と聞いたときに、構成音は何だろうかなと考えるわけじゃないですか。で、正解は、まあ、これなわけですよ。1、3、5、7、9。けど、よくある勘違いとして、C9 と聞いたら、このトライアドの3和音プラス9th ノートという勘違いをしてしまいがちなんです。他にも C11 と聞いて、C11 と聞いて構成は何だかなと考えたときに、1、3、5のトライアドプラス11という考え方をしてしまいがちです。さっきやったように、11th までの音を2言葉しで全部重ねていくので、実際は正解としては C11 は1、3、5、7、9、11という6和音です。けれども、ちょっとこんな勘違いをしてしまいがちと、ご注意くださいませ。1、3、5とトライアドがあって、9th の音だけを純粋に追加したい場合はどうするんだという話になると、これこそがいわゆるアドコードというやつです。C、アド、9とか。なんか見たことありますよね。アド9th。なんかすごいよく使われるコードなので見たことあると思います。これこそが、この1、3、5、9の構成音ですね。アドというのはその追加するという意味があるんです。なんかこうタコスショップとか行くとその、ね、あの具材とかをそのアドしなきゃいけなかったりとかするんですけれども、その具材をアドするときのアドでございます。C というトライアドに対して9th の音をアドする。そんな考え方をすると
分かりやすいかなと。楽譜によってこう書いてあるときもありますし、括弧で書いてあるときもあります。そして、こんな感じで複数指定されることもあります。まあ、この場合だったら、もうそのままトライアドプラス9と13という感じになります。結構シンプルですよね、アドコード。アドなんとか、11とか13とかいろいろあるんですけども、なんとかアドなんとかできたならば、この後ろの音を付け足せば OK なわけでございます。5分経ちました。これが、まあ、アドコードという感じですね。ほかにも、サスペンデッドとか、オンコードとか、フィフスとか、なんかそんなのがいろいろあったりとかするんですけども、まあ、ちょっとそれはまた次回の動画でお話をさせていただこうかなと思います。なんとなくテンション理解できましたでしょうか。9th、11th、13th、それぞれのコードの構成音の構成音はどうなっているのか。で、純粋にトライアドプラス、この9th の音だけを付け足したいよというときはどうすればいいのか。まあ、つまりこのアドコードですね。アドコードとは何なのか。まあ、その辺を覚えておいていただければうれしいなという感じでございます。次の動画で、ちょっとまた、ね、こうさらに発展する話になりますので、まあ、よくおさらいをしておいてくださいませ。それでまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。